今回の質問、死の正体って何ですか？質問の回答、死の正体は生物の生命活動が完全に停止する状態だよ。回答の理由、生物学的な観点から言うと、死は個体の生命活動が永続的に停止する状態を指すんだ。これには、心臓の鼓動、呼吸、脳の活動などが含まれる。これらが停止すると、細胞は酸素と栄養を得られなくなり、最終的には細胞も死んでしまう。一方で、哲学や宗教の観点からは、死は様々な解釈がされている。多くの宗教では、死は肉体の終わりだけでなく、霊的な遷移の始まりとされている。例えば、キリスト教では死後の復活が信じられているし、ヒンドゥー教では輪廻転生が主な信念となっている。歴史的にも、死に対する理解は時代や文化によって異なる。死の正体に対する解釈は、科学的なものから宗教的、哲学的なものまで多岐にわたるんだ。関連する身近な具体例、ペットを飼っている人は、ペットが亡くなることで死に直面することがあるんだ。これは多くの人にとって、生命の儚さや死の意味を考えるきっかけになる。ペットが亡くなった時、家族は悲しみを経験し、生き物が生命活動を停止するとどうなるのかを目の当たりにする。派生した他の雑学、死に関連して、エジプトのミイラ作りは有名だよね。古代エジプト人は、死後の生活を大事に考えていて、死者の体を保存するためにミイラ作りの技術を発展させたんだ。彼らは肉体を保存することで、死後の世界での生活を保障しようとした。もう一つ興味深いのは、近年の、クライオニクス。これは、現代科学を用いて、死後すぐに人間の体または頭部を動く低温で保存する技術だ。未来の医学で死者を蘇生させる可能性を信じて、一部の人々がこの手法を選んでいるんだ。関連する名言、死は、生の一部である。モーリス、メーターリンク。この名言は、死が生命のサイクルの一部であり、生と死が密接に結びついているという考えを表しているんだ。人々が死と向き合うとき、それは生の経験と深く結びついており、生命の大きなサイクルの一部として理解されるべきなんだ。これは哲学的な視点で、生と死の関係を考える上で重要な考え方だよ。